オーレアってラテン語で光り輝く黄金っていう意味で、植物の種小名につくときはだいたい明るいライムイエローの葉を持つ子なんだ。オーレアの魅力は文字通り光が差すような色、爽やかな明るいイメージの寄せ植えとか植栽の植え込みになるから、今日はそんなオーレアの品種や鉄板の組み合わせ方を紹介するね。見て、秋から冬の大きな寄せ植えを作る機会があって、輝くような植物たちを集めたんだ。この前のドーバーほどシックではないけど、ルールを作るとまばゆいエレガントな雰囲気も出せるからね。はい先生、私もこう見えてエレガントにも興味があります。あ、そうなの？じゃあぜひ覚えてね。まずオーレアってこんな感じの子。メギだったらドーバの赤葉メギとかシックで人気だけど、黄色い葉もあってこっちは爽やかだね。それでね、植栽の中にオーレアが入るとそこに日が当たっているかのような明るい雰囲気が出せるんだ。こないだのシックな銅葉で作る世界観よりも好感を持つっていう人は多いかもね。この黄色い葉を使って僕が綺麗だなって感じる使い方、組み合わせ方は、まずオーレアの葉がライム色の中にこういう黄色い斑を合わせること。ライム色の葉だけでなく、トータルとして緑の部分と斑の部分の色合いがオーレアに近いから調和するよね。そして調和しながらライム色だけじゃなくて緑と黄色が入るから色が単調にならずに変化が出るね。選べる植物の種類もこれでぐっと増えるから集めやすくなるよ。黄色と黄色だから合わないわけがないですね。うん。そして僕はこのライム色の葉や黄色風の植物に純白の花を合わせるのも好きなんだ。光がそこに差しているようで、それでいてみんなに愛されるような爽やかな印象になるね。この白い花を多めに合わせるときは濃いグリーン、緑の葉も仲間に入れてあげよう。濃い緑が近くにあることで白の際立ち方が変わるからね。落ち着いたトーンの濃い緑が加わることでエレガントな雰囲気も出てくるね。確かに品があると思います。あ、みんなこれ知ってる？交差点の真ん中、白に囲まれたエリアは少しだけグレーに見えるよね。黒に面した部分ははっきりと白に見えるでしょ。これが比較対象がある効果なんだ。白い部分っていうのは全部同じ色なのに比較対象の違いで見え方が本当に変わるよっていう実験だね。白い花の周りに濃い緑の葉を持ってくると白は美しい純白に見えやすいね。へえ、交差点の中はぼやっとグレーなんじゃないんですか？目の錯覚なんですか？そうだよ。そして白い花を入れるとさっきの斑も黄色斑だけじゃなくて白斑も似合うようになってくるね。輝くような植物の組み合わせとして、オーレアのライム色の葉、黄色斑の葉、白い花、少し落ち着いた緑の葉、白斑、このあたりを合わせると光が差したようなエレガントな調和が作れるね。失敗もしにくいからおすすめだよ。はい先生、今日写真にあった植物たちを具体的に教えてください。うん、まずはオーレアの植物たちを紹介するね。ピットスフォルムのエルフィンだね。これはヒメトベラの仲間で、こう見えてなんと冬も見られる常緑低木なんだ。寒さには少し弱くて関東ぐらいまでかな。あまり寒いといじけちゃうね。次はヒューケラ。今回はこれはゴールデンゼブラだね。もっとライム色のものもあるけど、これは葉脈が面白い品種だね。ヒューケラは条件が良ければ地上部が残ったりもする宿根草だね。これはカレックスのエバリロ。カレックスは常緑だし、いろんな品種があるから合わせ方次第で重宝すると思うよ。こっちは茶色くて背の高いブキャナニーね。そしてこれはロニセラニティダバゲッセンズゴールド、常緑低木だね。ホームセンターだとたまに観葉植物売り場に売っていたりするけど、こう見えてマイナス15度まで耐えられるような低木だよ。
次はホスタのカナリー。葉が広いから黄色が目立つね。これね、知り合いの生産者さんが作ったホスタの品種なんだ。宿根草だよ。次はリガストラムレモン&ライム。これも常緑低木だね。大きくなっても2メーターから3メーターだけど、もっと小さく1メーター未満っていうので使うことが僕は多いかな。日当たりから半日陰ね。僕はこの植物は本当によく植えるね。期待に応えてくれるよ。下野のライムマウンドなんかも代表的なオーレアの葉だね。落葉低木だから少し薄い軽やかな葉っぱだね。日当たりから半日陰ね。ちょっと灰広がるようなオレガノノートンズゴールド、これは宿根草ね。次はオーレアの葉というよりもつぼみがライムグリーンの可愛いスキミア、ホワイトドワーフだね。冬の寄せ植えはこの子が入るとたちまちかっこよくなるね。でもね、秋から冬にかけて仕入れることも多いんだけど、地植えだとなかなかうまく育てられなくてね。鉢に入れっぱなしにしてるやつの方が何年も持ってたりするんだけど、もし地植えでうまく育てている人がいたら僕にもコツを教えてほしい植物なんだ。先生もうまく育てられないんですね。そうなんだよ。あとはさっき話したオーレアの葉に合わせる黄色風の植物ね。例えばこんなのいいよ。鶴間咲きの黄色風、常緑低木だよ。あとは斑入り岩蜜葉とかも優しくて綺麗。そしてここに合わせるのは白い花。写真に出てきていたのはストックだね。あとアリッサムも入ってたかな。ああ、秋冬の植え込みって感じですね。うん、さっき話したように白い花のそばには落ち着いたグリーンが近くにあると白が映えるね。さっきの置き方だとスキミアの葉が緑で割と落ち着いたグリーンだから周りの花が生えてるね。マートルの葉と花の関係も同じように綺麗だよ。ライム色の葉に黄色い斑入りの葉、白い花、緑の葉っぱ、白い斑入りの葉、この辺りをイメージして集めると明るい印象で寄せ植えでも植栽でも素敵になるよ。一つ注意したいのはオーレアの葉も多くは日光、紫外線が不足するとふぬけたような緑の葉になってきちゃうから気をつけてね。今日の話は爽やかな寄せ植え、気持ちのいい植栽をしたいときはぜひ試してみてね。はい、日直さん、キリン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。